かなりこうへこんじゃうことが多い接客業なんで、そういう時に長渕の歌聴いたりとか、ちょっとで2年ですね。12月で2年になりますね。そうですね、まあ、車の仕事をすること自体が、まあ、この仕事初めてなんで、まあ、最初いろいろと、ね、深いこう奥の深い業界なんでいろいろとこう不安な点はあったんですけど、まあ、やっていくうちにもともと車は嫌いじゃなかったんで、まあ楽しい部分が半分と、あとまあ大変な部分が半分っていう感じですね。そうですね。なんだろう、難しいな。結構その一人のお客さんに対しての情報っていうのが、みんなでこう共有できている部分がうちの会社のいいとこじゃないかなと思うので、あとその、ね、お客さん一人一人の結構要望に答えられてるんじゃないかなと、ね、だからそこを、まあお客様に分かっていただければ安心してこう依頼いただけるんじゃないかなと思いますね。まあ、もともと音楽が好きなんで、まあ、今でもちょっとこう家で時間があるときはギターやったりしてますね。そうですね、長渕剛が好きなんでそうですかね、まあそうですね、見栄えとこう何て言うんですか、内心は多分結構影響力やっぱりあるんで、長渕剛のこう生き方を共感できるところがすごく共感っていうかこう尊敬できる人柄にこう惚れてるっていう人が多分多いと思うんで、自分もその一人ですね。ありますね、やっぱり会社ですごいやっぱ仕事なんで、お客さんからの何て言うんですか、電話を受けたりやっぱクレームだったりとか、かなりこうへこんじゃうことが多い接客業なんで、そういう時にそういう歌を聴いてちょっとこう気分を元気づけてやるようにしてますね。そうですね、やっぱり今お客さんからアンケートをメールでいただいた依頼いただいたお客様にアンケートを送って返事いただくケースが何件かあるんですけど、そこでやっぱりリクエストにお願いしてよかったっていう、あととてもこう親切にやっていただいたっていうような返事をもらった時にすごく良かったなと